どうもキラです。よろしくお願いします。ついに発売されました。はい、こちらです。岡村康之さんの家庭教師です。今回初アナログ化ということでめっちゃ嬉しかったですね。今回の動画では家庭教師の軽い紹介解説と中身の開封をやっていこうと思いますのでお付き合いください。家庭教師は岡村康之さん4枚目のオリジナルアルバムです。1990年に CD としてリリースされました。もうなんとも不気味なジャケットが印象的ですよね。岡村康之さんのアルバムではこちらをフェイバリットに挙げる方が多いかなと思います。確かにとってもいいアルバムです。ただこのアルバムをリリースしてから岡村康之さんはスランプになったと言われています。この後5年近くアルバムがリリースされないんですね。全9曲と割とコンパクトのアルバムではあるんですが、内容は超濃密です。青春を感じられるような爽やかな曲もあれば、超ひねくれまくった変態チックな曲もあって、なかなかバラエティに富んでます。収録曲かいつまんで紹介しますね。どうなっちゃってんだよやかっこいいなは、岡村康之さんの敬愛するプリンスのようなファンクっぽい曲ですね。どちらもギターがすごくねかっこいいですね。ちょっとドキッとしたような歌詞もあってね、いいんですよね。ちなみにかっこいいな、こうやって書くんですよね。なかなか面白い表記ですよね。カッコにいいと名があってかっこいいな。すごい。カルアミルクはミスチルの桜井さん率いるバンクバンドにもカバーされました。ミドルテンポのピアノが綺麗な落ち着いた曲です。ファミコンとかディスコとか当時流行ったものが歌詞に出てきます。僕は1991年生まれなので、そのあたりをほぼ触れてないような世代なんですが、この曲を聴くと、あ、バブルってこんな感じだったのかななんて思います。タイトル曲の家庭教師はもう完全に問題作ですね。曲の終盤にはまあまあやばい語りパートが2分半ぐらい続きます。これはねぜひ聴いていただきたいんですが、少しだけ抜粋すると、僕はベッドの中じゃすごいって日本じゃ有名なんだよといったセリフがあります。まあタイトルは家庭教師なわけなんですが、まあ、保健体育の家庭教師なんですかね。結構ぶっ飛んでますね。とこんな感じでヤバい曲があったかと思いきや、青春でワンツースリージャンプととても爽やかな曲もあります。とてもねタイトルが長いんです。あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうという曲です。この曲はねアコギがとってもねみずみずしくてねかっこいい。ともこんな感じでいろんなものがギュッと詰まったアルバムです。ジャケットの通りなかなかカオスな感じですが、とてもいいアルバムですよ。さあではですね、実際にこのレコードを開封していこうと思います。じゃあ CD をこっちに置きますね。はい、はい、ジャケットこんな感じです。さっきからね何度もカオスカオスと言ってますがね、こうでっかくしてみるとさらにカオス感が増しますね。まず CD の時との決定的な違いなんですけど、真ん中がですねこれ鏡になってるんですね。僕の iPhone のカメラが映っちゃうぐらいの鏡ですね。はい、元の CD は真ん中にこう少年がいるんですけども、そこが切り取られているんですね。これですね何か理由があるのかなと思って調べてみたんですけども、岡村康之さんが答えてるわけではなかったですが、アルバム作成に関わった方のインタビューがありました。このジャケットですね、こうやって覗いた時に自分の顔がここに映るんですよね。元はねここに少年がいたわけなんですが、ここに代わりに自分が映るんですね。今回のアナログ版は元少年のあなたがジャケットですよって言ってるらしいです。なかなか粋なことしますよね。すごい面白かったです。あと特典でメガジャケットもついてましたね。こっちもやっぱり真ん中は空白になってますね。ジャケットの後ろもこうやって見るともうまがまがしいですね。あ、カルアミルクに出てくるこれファミコンがありますね。さあでは中を見ていこうと思います。おー、なんかたくさん入ってますねはい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 。ジャケット結構厚いですね。すごい硬い紙ですねこれはね。はい、何やらですね新聞風の雑誌がついてました。これどうやら昔こうソニーのこう CD についてたのかな、なんかそういう新聞みたいな感じらしいですね。家庭教師発売記念号とありますね。いろいろとですね岡村康之さんのいろいろ情報とかこうニュースが入ってますね。発売延期とかなんかそういうのとかね書いたりします。さっきから言ってますこの真ん中が、ね、空いてるやつなんですけども、ジャケットとは別でこの厚紙がまた入ってて、これで真ん中にキラーンと光ってるみたいですね。面白いですねこれね。わあ、そしてこれ、そっか、盤面には少年が残ってるんですね。なのでさっきの厚紙を入れないでこのジャケットにレコードを戻せば、これで元のジャケットになるんですね。面白いな。じゃあちょっとディスク自体も見ていきましょう。はい、ディスクは 180g のこれ重量版ですね。手に吸い付く感じがあります。さっき言ってた岡村少年が写ってるのと、後ろにはジャケットにもある馬がありますね。あとこのレコードの袋、ちょっと変わったビニールですね。普
通あのシャカシャカのやつとかがね多いですけどね。さあそして歌詞カードですがこんな感じですね。アナログの方はなんかすごい色してますけども、元の CD の方はですね割とこうシンプルな方な色なんですよね。はい、 CD にも入ってました写真こちらででっかく入ってますね。岡村好きさんかっこいいですよね。僕もライブで見たことあるんですけど結構ね背も高いんですよね。そうね、スーツでバキバキに踊るんですよね。でまあ究極分の歌詞がバーッと書いてあるのと、あと最初にはですねライナーノーツもこれついてますね。今回は家庭教師が初アナログ化っていうことでしたけども、アルバムの前にもですねシングルがですねレコードでリリースされました。あの子僕がのシングルもリリースされましたし、どうなっちゃってんだよもリリースされました。でこの一連の流れなんですけども、21世紀の家庭教師というプロジェクトみたいですね。元の CD が発売された1990年はまだ20世紀でしたからね。こうやってねまた名盤が取り上げられるのは嬉しいですよね。であとシングルで言えばカルーミルクのシングルも今後発売するみたいですね。僕はついさっき予約しました。はい、とまあ内容物はこんな感じでした。あとですねリリースされて間もないんですけども、あの誤表記があるっていうことでホームページでお知らせが出てました。さっきお話ししたカッコイーナなんですけども、これなかなかね伝わりにくいと思うんですけど、このカッコイーナの NA って本当はすごいこの上の方にちっちゃくないといけないらしいです。なんですけどもこっちは大きくそのまま NA と書いちゃってるらしいですね。あとビスケットラブという曲があるんですけど、ラブの LOVE の V のところ、そこはですね本来は岡村康幸さん のハートのマークが入るらしいんですよね。こっちは普通の V になってるんです。とまあこんな感じでかなり細かい修正があるそうです。で一応この違うものを送れば、まあ、新しいものが送られてくるらしいですね。いやでもこういうのってなかなかね送れないんですよね。僕は全然このままでいいです。かえってねレア度が増しますから。いやでもどうだろう、このアルバムだってそこまで生産はされないはずだから、かえってやっぱあっちの方がレアなのかな。悩みます。はい、という感じで岡村康幸さんの家庭教師レコードを紹介してみました。さっきもお話ししたんですけど、カルーミルクのシングル届くのすっごい楽しみですね。シングルの音圧で聞いたらねまたいろいろとね発見がありそうです。このチャンネルではですね僕の好きなアーティストや好きな音楽好きな楽器についていろいろと紹介しています。よければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。これからそう